いやー、そろそろ春の何かアウター、良いもの探したいな。そういえば大山さんがこの前おすすめしていたユニクロのレディースのモッツコートもいいんだけども、もうちょっと着丈が短くってサクッと着れるものがあるといいんだよな。何かいいものないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロの春アウターで優秀なものを見つけたので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思います。まあ冒頭にもお伝えした通り、先日はレディースのモッツコートを皆さんにご紹介しました。あれは非常に優秀で多くの方にも刺さったアイテムかなと思うんですが、やっぱりですね、丈が長いアウターもいいんですけども、もうちょっと春らしいですね、着丈が長すぎないライトなアウターも欲しいという方少なくないかなと思います。まあ僕自身もですね、2児の父で休日は子供と外で遊ぶことも多かったりするので、まあそんな時にもですね、着丈が長いものよりはライトなものの方が使いやすかったりするので、今回はユニクロのですね、新作の中でも割と着丈が短いですね、こちらのアウターを皆さんにご紹介したいなと思います。早速ですね、ご紹介したいなと思うんですが、こちらのアイテムですね、商品名はユーティリティジャケット、色は07のグレーを購入しました。価格は4990円ということで、まあこれはですね、毎シーズンユニクロでやっている定番的な位置づけなんですが、やはり毎年アップデートされていまして、今年のもの仕上がりめちゃくちゃ良かったので、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っています。まあこのようなですね、丈の長さ腰位置ぐらいまではあるんだけども、ロング丈のコートに比べると割と短めだけども、 MA1 だとか G ジャンだとか、そのあたりよりはしっかりと長さがあるというものですね。このあたりのアウターって結構大人世代にはめちゃくちゃ使いやすいんですね。適度にカジュアルさがあるんだけども、子供っぽく見えすぎないようなバランスがあって、僕も大好きなジャンルのアウターになっているんですが、今年のですね、ユーティリティジャケットはですね、さらにアップデートされていまして、なかなか仕上がりが良かったです。まあこの後実際着ながら解説をしたいなと思ってるんですが、まあユーティリティジャケットというのはいわゆるミリタリーアイテムなんですね。戦闘服兼作業服という形で言われることが多いんですが、割とデザイン的には僕がよく動画の中で着てるようなカバーオールと近しいところがありまして、左胸にポケットがあって、そして腰の部分両脇にポケットがあるようなデザインになっているというところで、まあシンプルで使い勝手もいいんですね。で、厚みはしっかりとあって、春にサクッと羽織るには非常に使い勝手のいい一枚になっていますので、今回はこちらのアイテムをですね、実際に着ながら着こなしも含めて徹底解説したいなと思っていますので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみましたが、いかがでしょうか。まあなかなか仕上がりいいなと思います。このですね、UTT ジャケット、僕は過去にですね、2回は買ってると思うんですね。相変わらずですね、デザインが好きなので今年も買ってしまったわけなんですが、まあすごく完成度が高い一着かなと思います。まあちょっと一周してみますね。ちなみに僕は身長164センチ、53キロと小柄な体型で、普段はですね、M サイズを着ることが多いんですけども、今回こちら L サイズを選びました。まあ従来であれば結構 M を選ぶことが多かったんですが、ややコンパクトかなというイメージがあったので、まあワンサイズ上げてみたところ、個人的には結構満足していますね。去年のものよりも、よりですね、今っぽい雰囲気で着ることができるかなと思うので、まあ皆さんもですね、まずは普段着るサイズをですね、試していただいて、ちょっとトレンド感強めに出したいなという場合は、ワンサイズアップでもなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、いくつかポイントがありまして、まあ、デザイン的にはすごくですね、ユニクロらしいミニマルな雰囲気に仕上がってるかなと思います。ポケットはですね、胸に1つついていますね。そして腰に2つついているんですけども、結構マニアックなとこなんですが、このポケットの形状も僕は好きで、ちょっとこの角の部分ですね、丸みがありながらもちょっとカクッとしながらもですね、丸み感もちょっとあるようなデザインになってまして、このポケットの形自体もすごく好きですね。そしてポケット3つなんですけども、ここですね、ちょっとステッチが入ってるの分かりますかね。ちょっと分かりづらいかもしれないですが、これ内側にですね、ポケットがあるんですね。この部分の縫い目が表に出てるんですが、このあたりもちょっとしたデザインのアクセントになってるかなと思います。他にもですね、ポケット周りにもちょっとステッチが入っていたりだとか、まあシンプルなデザインなんですけども、よく見ると結構デザイン性が高い一着に収まっていまして、すごくね、バランスがいい仕上がりかなと思います。服が好きな男性が見ても結構、これだったら納得していただける方が多いんじゃないかなと思います。
いますまあ、ちなみにカラー展開は3色になってまして、オフホワイトのような爽やか系があって、そして今僕が着てるグレーがあります、そしてブラウンがあるという形になるんですが、まあ、どの色もいいんですよ。それぞれの魅力があるんですが、まあ、ブラウンだとちょっと秋冬っぽいかなという感じがしたので、まあ、今回はグレーを選びました。ホワイトもね、結構これはこれで清潔感があって使い勝手いいと思うんですね。ただメンズの服選びで言うとネイビーだとかグレー系というのはやっぱり使いやすいですし、僕のチャンネルには一番適してるかなということで今回はグレーを選びました。僕自身もすごく好きな色なので気に入っていますね。で、色合いなんですが、ちょっとこうヴィンテージ感のあるような色落ち感も楽しめるんですね。今回は製品洗いではなくて生地に洗いをかけることで、ちょっとこう色の汗感だとか独特の風合いを出してるんですが、このあたりもすごく個人的にはバランスいいなと思います。グレーという表記なんですが、結構色の見え方としては複雑で、ちょっとブルーっぽくも見えるんですよ。で、場合によってはやや紫っぽくも見えるような、すごく曖昧なグレーになってるんですね。このあたりも、ちょっとこう、ヴィンテージ感があって、通常のですね、服ではなかなか表現できないようなアプローチになってまして、このあたりは、大手ユニクロだからこそできるような、こだわりの生地使いなのかなと思っています。で、サイズ感なんですが、GU とかに比べると、やっぱりコンパクトめなので、まあ、先ほどもお伝えしましたが、ワンサイズアップぐらいがいいかなと思います。で、先日ですね、無印良品のデニムカバーオールを皆さんにご紹介しましたが、あちらは M サイズを選んだんですね。で、比較をしてみると結構ユニクロのワンサイズアップと無印良品の M サイズですね、あんまり変わらないぐらいなんじゃないのかなと思うので、そういったところを考えるとワンサイズアップでもいいんじゃないのかなと思っています。すごくカジュアルなアウターではあるんですが、後ろから見るとお尻がすっぽりと隠れるぐらいの長さがあるので、これぐらいの丈感が最も使いやすいかなと思うんですね。ですので僕もこれはガンガンに春にはですね着たいなと思いますし、外遊びだけではなくてキャンプシーンなんかでも使えるような、そんなアウターになってるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思います。続いてこのアウターをどう着こなしに落とし込めばいいのか、このあたりも解説したいなと思うので、まあ、全身をお見せしながらしっかりめにお伝えをしていきたいなと思っています。はい、ということでここからはですね、全身の着こなしを皆さんにですねお見せしながら解説をしたいなと思います。こちらのですねグレーの UTD ジャケットに対して、今回のコーディネートでは内側ですね、皆さんわかりますでしょうか。ライトグレーのですね、こちらはミドルゲージモックネックセーターですね。これ同じくユニクロの今季のもので、先日皆さんにもご紹介させていただいたものですね。こちらを着てみました。一番外側にはグレーなんですけども、結構ですね、暗めのグレーですね。そして内側に関してはライトグレーでですね、同じグレーの濃淡でですね、表現をしたわけなんですが、まあこれ間違いなく収まりがいいので、まあ、ぜひ皆さんも試してみていただきたい着こなしの一つかなと思います。同じグレーでもライトグレーになるとホワイトに近いような明るさも出せますので、まあ、春らしさも適度に取り入れることができるかなと思います。で、ボトムスに関しては安定のブラックですね。まあこういったグレー系のジャケットに対してブラックというのは間違いなくハマりますので、今回は超王道の着こなしを組んでみました。まあ、全体的にそんなに明るい色は多くはないので、足元は白系のレザースニーカーですね。まあ、レザースニーカー、白レザースニーカーにもいろいろとあるんですが、今回はちょっとミリタリー感のあふれるアウターなので、足元もミリタリーの風合いが出るようにジャーマントレーナーですね、アディダスの BW アーミーですね、こちらを合わせてみました。この着こなしであれば結構様々な大人の男性に似合いやすいような王道感があるので、まあ、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。結構モックネックのセーター自体が暖かいので、この下にもですねちゃんとロンティーとか暖かいインナーを着ていただければ、割とですね日中12度超えれば今時期から着れるんじゃないのかなというぐらいですね、まあ一定の暖かさも担保できるかなと思っています。まず王道的に着くのであれば、これは間違いのない着こなしかなと思うので、ぜひトライしてみてください。あともう一パターンですね、皆さんにご紹介したいなと思います。はい、ということで2つ目のコーディネートも解説をしたいなと思っています。先ほどと打って変わってですね、かなり爽やかな雰囲気ですね振ってみたんですが、いかがでしょうか。まあ、このですねアウター自体がダークグレーでちょっと重めなので、ボトムスに関しては今回ホワイトを選んでみました。まあ、こういったホワイト系のパンツの爽やかさというのは、これから春時期になってくるとさらに加速度的にですね相性が良くなってくるかなと思うので、ダークグレーの重たさを白でですねうまく中和させるような着こなしを作ってみました。
みました。ちなみにこのデニムなんですけども、かなり優秀なんですね。実はこれまた最近購入したもので、ユニクロのリラックスアンクルジーンズというものなんですね。まあサイズは XS のものを購入しまして、アンクルジーンズと言いながらもですね、まだちょっと裾上げをしてないんですが、結構折り込んでます。ですのでそこには一抹の寂しさがあるんですが、僕にはちょっと丈がまだ長すぎるようなアンクル丈のジーンズになっています。これシルエットもですね、程よくゆとりがあって、まさにこのような白デニムをユニクロで求めていたので、ドンツマのものが出てきたなと思うので、まあ、ぜひこちらも合わせてチェックしていただきたいなと思います。そして内側ですね。こちらのアウターの内側にはですね、今度はニットではなくて、ストライプ柄のシャツを持ってきました。まあ、先ほどのライトグレーのニットをですね、合わせても成立するんですが、ちょっと着こなしの幅を作りたかったので、今回はシャツを取り入れたんですね。まあ、このようなライトのアウターで、ちょっとこう、色落ち感も楽しめるようなアイテムに対して、内側はやや綺麗なものを持ってきた方が、僕は相性がいいと思ってるんですね。もちろん、スウェットだとかパーカーも合わなくはないんですけども、まあ、年齢的に僕も40代ですし、見ていただいている方、30代後半から40代以上の方が多いので、そういった方の場合、上半身カジュアルにしすぎるよりは、ニットのような綺麗めなものだとか、あとはシャツですね。これまた小綺麗に見えるので、こういったものをうまく入れてあげた方がバランスが取りやすいかなということで、まあ、今回こちらのですね、ストライプ柄のシャツを取り入れてみました。僕はストライプのシャツが大好きなんですね。着こなしの良いアクセントになるので、このアウター自体が割とこう、ヴィンテージ感あふれるような男っぽいアイテムなんですが、ちょっとそこに対してストライプのシャツでアクセントを作ってあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、今回はこのようなですね、バンドカラーを選んでいるんですが、もちろんレギュラーカラーを選んでいただいても特に問題ないので、そのあたりはお好みで選んでいただければなと思います。まあ、先ほどのブラックパンツで合わせた着こなしに関しては、結構男性的な着こなしだと思います。男性が見た時にストイックで、割とこうシンプルなまとまり方がしていて、これはこれでいいと思うんですが、まあ、一方で二つ目のコーディネートは、結構女性から見ても、まあ、清潔感があって、清涼感があるような着こなしになるので、女性にも割とこう理解していただきやすいようなスタイルかなと思います。まあ、そのあたりの傾向も踏まえながら、まあ、ぜひ皆さんもですね、こちらの UTT ジャケット、ご自身の着こなしにどんどん活かしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか皆さん。今回の動画では、ユニクロの春の新作となるユーティリティジャケットですね。こちらを皆さんに徹底的に解説をさせていただきました。まあ、実際に着てみて、すごくですね、バランスのいい一枚に仕上がってるかなと思います。まあ、ユニクロの低価格帯で、このですね、色の表現ですね、少しこう、汗たような古着感のあるような雰囲気のいい一枚に仕上がっていますし、なおかつトレンド感も程よくですね、ミックスされているので、これは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。まあユニクロと GU を比べた時に、やっぱりユニクロの方が定番的で、GU の方がトレンド感がしっかりと強めの印象があるんですね。ですので、最近僕の中では、ちょっとユニクロ退屈だなと感じるところもあったりしたんですが、やはりですね、このようなトレンド感をちゃんと抑えながらも、色の雰囲気だとか、素材感ですね、しっかりと大人が満足できるような仕上がりになっているのは、ユニクロの強みだなと改めて実感しました。色合いも含めて、また昨年とは違った雰囲気で、今年楽しめると思うので、よかったら皆さんもですね、実際の店舗の方で試着をしたり、オンラインの方で買ってみたり、楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですけども、普段の動画の中では、なかなかお伝えしきれないような、セレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、さらにはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナル動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信も行っています。皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日お届けをしています。僕もほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。またそれだけではなくて、参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。